はい、どうもこんにちは、ジーです。早速リアルタイム対戦やっていこうと思います。撮影の初戦でございます。はい、藤波さん打率5割、いいね、行きましたね、5割に。東京ヤクルトスワローズ対北海道日本ハムファイターズのゲームを解説は小宮山悟さん、お願いします。オーダーめっちゃ強いけど A ラン、あ、守備か、これはもしかして守備要員なのか。いや、今日ちょっとまたマイクを忘れてしまってプロスピの音があんまり聞こえないんですよね。まあ、やっていきましょう。はい、打率、あの、自分史上最高打率を更新していきましょう。目指すは5割5分。はい、リア対初戦って本当こんな感じですよね、いつもそうだ。うっそこんなところで打率は下げられない、頑張ろう。やばいカーソルミスってる今の。ただ2アウトから目指すは5本打ちましょう。危ねえ、なんで振ったんだ、やばいぞ。打率5割のバッティングじゃないこれはやば、まあ大丈夫でしょう、冷静に行こう。打ちました、オッケーオッケー。まず1本目、4番バッター小林、ピットでランナーを1塁に置いています。あ、吉田さんがね一応継承したんですけど、育成が全然終わってないですね、まだ特訓じゃなくて特殊能力か、まだなんですよ。全部マックスにしようかななんて思ってて。そうですよね、ここはぜひ。オッケーオッケー、2本目、初球は何から入ってくるか、あ、やっべー、2本しか打てなかった。今のは抜けると思ったんだけどな。ここでファイターズ守備を変えてきました。さあ、これからファイターズが守りに入ります。まあ、やっぱね、試合に勝つだけじゃなくてめちゃくちゃ打つみたいな、そういうのもね欲しいんですよね、動画的には。これ打たれなきゃいいな。よし、そしたらこのスライダーが使えるんですよね。どう、ファールかゴロ、おー、いいね。手汗がすごいな今日も。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。最初は変化球できました、ボールになります。おお、打たないか、これどうだろう、甘くなるなよ。よし、あー、振らない、うまい。ストライクが入りません。まあこれはいいかな、外して OK です。オッケーオッケー、ゲッツー狙いますから。惜しい、いいね。なるほど、さあ何を選択してくるか。いいね、さあ、いやこれ振らないですね、すごいな。じゃあフォーク振る、あー、ファールなんだ。まあ、まだ余裕があるからスライダー使っていこうかな。低め中心でいいですが、少しは高めも見せないと。どうしよっかな、ここ打たれそうだしな。結局インハイストレート、おーおーおお、いいね。打線が強い、やばい、そろそろこれ振ってくれないかな。あ、甘くなっちゃったわ、あ、やべ、あんなに甘くなるか。
まあストレート結構使えるんじゃないかな。よし、まあまあ大丈夫でしょう。でももし2回表でいっぱい打つとしたら、あ、藤浪くんは変えてきますよね多分。そこで打てるかどうかだよな。うわぁ、詰まってる。7番に入っている新庄、藤浪、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、ボール球だ、ナイスこれで3本目か。坂本、まだまだ打たないとやばいな。そんなにストレートとツーシーム使わない使わないなら使わないで逆に打ちやすいけど、どうだろうね。急に来る可能性もあるから。ケイ、4本目。この場面で打席にはレアードが入っています。ここは高打順ですから勝負どころですよ。まあ変えますよね、 100% 変えるよな山本さんか。オッケー、よし完璧だ今の。5本目かな今ので。まあ割とスライダー系も僕打てるようになってきてるんで。西川さん完璧いいね、珍しいな。でもよしよしよし、今ので6本目か。いいバッターですよ、難しいボールでも長打にできる楽しいバッターですね。わあそうですか、うわもったいね、惜しいな。バッターは今日 DH に入っている柳田、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ファイターズこの回7人目のバッターになります。何で来るかな、カット、いえやべえ、ぐそろそろツーシーム来るんじゃないの。あー来たけど振り遅れた。ギータで7本目か。いやいいな、いい調子だな。まあいっか、オッケーですね、バッチリバッチリ。ヤクルトスワローズ最後の攻撃になります。バッターは6番金本さんだな、この構えは。よし、ようやく右バッター来たか。これどうだ、チェンジアップ。うん、まあさすがに打つか。でも意外と強い球種なんですけどね、リアタイで使うと。うん、いいですね、守備固めで菊池さん使ってとか、結構理想の使い方なのかなとは思います。よし、最後も、あ、ここも変えるかな。いや、いいな、古田さんと菊池さんか、結構羨ましいですね。もし A ランクで、まあ、そういう守備がいい選手がいて、でリアタイのベンチ枠ですかね、そこがもし空いているのであれば、こういう方法もすごいいいと思います。ケイ、ありがとうございました。掛布さんのホームランはやばかったな、やっぱり。はい、ということで絶好調ですね。2戦目いきます。
千田さんか、お自分の最高打率に並びましたね。5割1分8厘、まあ、5割2分ぐらいまでは上がると思うから、ガンガン打ちたいっすね。お願いします。よろしくお願いします。まずはファイターズ、スワローズの攻撃、バッターはよし。初球は何で来るか。最近はね、また前みたいな配球に戻しています。こんな感じでインローにこういうボールを使って、はいはいはい、であとはスライダーを使っていくとか。うわー抜ける、惜しい山田さん。バッターは2番に入っている青木、ヒットでランナーを。ちょっとねお腹が苦しいんですよ今、昼明けなんですけど苦しい。次は外を攻めて引っ掛けさせて、よし高めのボール、バッターは3番の内川。ここでゲッツーが欲しいですね。まず何を投げてくるか。ファウルになります。ファウルか。ゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあそういった配球、ゴロが欲しいよ。もう1球行こうかな。強振してきますよ。長打を避けたいなら低めですね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。うわーどうしよう、ここ外すらかな、アウトロー、くー、まあ、肩が強いキャッチャーですからここは迂闊に走れないでしょう、ね、インハイでもよかったぞ、ね、あーオッケーオッケー助かった。バッターボックスズレータ2アウトになっています。よし OK、これからスワローズが守りに入ります。ああ緊張してきた、手汗がやばいな。5割1分8厘か、嬉しいな。最初は変化球できました。うえナイスボー、あとはスロースライダーか。よく見ています。オッケー、見極めは問題ないですねって言いながら振っていく。問題ありだわ。全然問題なしじゃなかった。枠をいっぱいに使ってきます。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。インコース変化球、オッケー、スロースライダーも打てると思うな多分。うーわーでも早い、よし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 、いいね、146m 飛ぶね、さすがっす。見事先制点を挙げています。日産先ほどは鮮やかな先制点でしたね。さあそのボールが来るなら打ちに行く。さあこの勢いをこのまま続けることができるか。球速がね分かりやすい、スロースライダーと。いい球でしたね。はい、ここは150キロ。まあ、ストレートもやっぱ強いっすよね。ストレートはやっぱ使うべきですね、完全に。いろんなピッチャー、どのピッチャーでも。あ、やばい。バッターは4番小林。2アウトランナーありません。バッターボックスには代打の大谷。サミさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。いや、きっちり役割をね果たしたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。よし、先行です。ストライク、少し変化しました、ストライクです。いましたが、これはストライク、ツーストライク、ツーボール。勝負は2-2から。上げちゃった。カーソルミスってたよね今のはね。やばいな、一本だ。ってことは4打数1安打ってこと、打率下がるなこれ。やっちまったな。もったいね。
ついに最終回を迎えました。追いかけるスワローズの攻撃、バッターボックスは5番田淵。逆にホームラン打ってほしいぐらい。そしたら2回裏もできるみたいなね。抑えていきたいですよね。まあそうですね、この1点を最後まで守れるかじゃないですかね。さあ最後はきっちりと締めくくりたい。よし、打席には6番バッター坂本。ダルビッシュまずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、これが2球目。変化球が右に外れます。ボール先行です。おお、ラッキーボール球。バッターは7番に入っている近藤。ツーアウトになっています。よし、オッケーオッケー。まあまあまあちょい悔しいけどいいでしょう。はい、ではラスト3試合目いきます。金子さんか、5割1分3厘。はい、下がった。金子さん怖いな、ちょっと打てるかな。阪神タイガース対北海道日本ハムファイターズのゲームを解説は小宮山さとるさん、お願いします。さあ、お二人どこまで打てるかな。よろしくどうぞ。まずはタイガースの先発金子がファイターズの攻撃、バッターは西川。だいぶ能力下げられたな。初球は何から入ってくるか。よしよしよし。はい、ピンチ。いきなり発動。いいよ。まあやはり先制することは大事なんで、先手を取りたいですね。なるほど、そうですよね。あぶねー、ギリ。落ちる球を見極めました。ボールが3つになります。4球目は何で来るか。タイピンチ出るよな。さあチャンスが続きます。まあしっかりつないでますんで、ここはしっかり得点しておきたいですね。なるほど、そうですね。いやー完璧だ、いいね。これでタイピンチが消えてくれればすごく嬉しい。でもレベル5だからな、 60% ぐらいか。うわ無理だな。そうですよね、この点差のままでは逃げ切れる。お腹が苦しいです。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。うわー早い、もったいね。あそこはね、球速で判断するしかないですね。ツーシームとスプリット。3球目は何で来るか。あっと外れた。さあ外野前進だから外野に。外野前進のままかな。でよっしゃー完璧だ。いやーさっきの千賀さんが悔しいな、こんなに打てて打てないっていうのが千賀さんを悔しいけど、まあまあそういう試合もありますよやっぱり。いや本当いいバッティングしましたよね。そうですね、この勢いを続けることができるか。振り遅れた。ここどうしよっかな。いや吉田さんだな。バッターボックスには代打の吉田。まあ少しでも、まあ正直ね、平田さんは超広角持ちだからすっげー使いやすいんですけどね。うわ打てなかった。いや詰まってるぞ。あーダメか、やばい、もうちょい打ちたいぞ。やめてやめて。あー正面、そう3本しか打ってない。ここでファイターズ守備を変えてきました。さあこれからファイターズが守備につきます。
吉田さんは守備はそのままでいくか。インコースに持っていきました。あっという間に2ストライクです。さあ外してくるのか。いいね。ワンアウトです。最近ああいうスライダーの使い方を覚えました。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。よし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 。3番バッター丸、ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。ボールになります。低めの変化球は決まりません。ボール先行です。よし、ギリ、あ、うわ、セーフ。うわー、定位置のままだとね、いけたんすけど、まあまあ、それはしょうがない。ボール球ですよ。 OK。 ファイターズの攻撃、バッターボックスは8番坂本。あー、変えるんだ。そっか、巨人44、カミネロかな。球種を見たらそうだね、多分ね。オッケー、ヒュイ。気持ちいい。初球ボール、スピードボールを持っています。カミネロはね、やっぱ使える、強い。インコース決めてきた。振り遅れた。次もスライダーを続けてもいいかもしれませんね。なるほど。さあ何を選択してくるか。ボールカウントはワンボールツーストライクです。くぅ、振り遅れちゃったな。打順は1番に帰ります。バッター西川。あ、画面暗くなった。めっちゃ、うわ、やりにく。ワンアウトになっています。いや、もったいない、振り遅れちゃった。やばいぞ。あと2本は打ちたいとこっすね。終わったー。まあいっか、5点入れたし。タイガース最後の攻撃になります。バッターは5番筒香。ファイターズ大きく点差をつけて最終回を迎えています。さあ小宮山さん、リードを守るべくしっかり抑え。うわ、特殊能力半端ない。よどいコースによってストライク。うえ、惜しいですね。はい、これはどうだ。いや、振らない。じゃあこれはどうだ。よし、さてバッテリーはどう攻めてくるでしょうか。そうですね、フルヒッターですから緩急つけながらアウトコースの速い球で勝負したいですね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。打ちました、いい当たり。よっしゃー、いいね、ありがとうございました。見事な完封で白星を挙げました。はい、ということで最後記録室で見ていきましょう。いやー、でも嬉しいな、本当に。5割1分2厘、いいっすね。防御率もまあまあ十分でしょうって感じっすね。いやー、絶好調っすね。はい、ということでここまでとなります。ご視聴いただいてありがとうございました。ぜひチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。それではありがとうございました。